芋煮会とは、日本の東北地方各地で行われる、季節行事で、秋に河川敷などの野外に、グループで集まり、里芋を使った鍋料理などを作って食べる行事である。バーベキューと並行して行われることが多い。故障には、地域差があるが、ここでは総称として芋に、芋煮芋煮会という故障を用いる。河川敷で行われる芋煮会仙台、宮城風芋煮芋煮会は、 親睦を深める行事として、家族、友人、地域、学校、職場などのグループで行われている。山形県、宮城県では、特に盛んに行われ、秋の風物詩となっている。また、新潟県や関東地方では、地域イベントを中心に、芋煮会が行われている。芋煮会を開催する人々にとっては、野外での宴会の一つであり、春の花見、 秋の芋二回として、草壁をなす。在来種の種芋苗を用いた東北地方での里芋栽培では、収穫時期が例年10月頃になるため、一般的な芋二回も、大抵10月初旬から徐々に行われ始める。その後、大体10月下旬から11月初旬にかけてが、ピーク期となり、紅葉シーズンの終了、または初雪が降るとともに収束する。 平成に入る頃からは、町おこしや、食のイベントとして、大規模な芋煮イベントも行われるようになった。これらのイベントのうちいくつかは、一般的な芋煮会のシーズンである秋とは異なる。開催時期のものもあり、東北では、聖火や、晩火の開催例が見られ、関東では、春の開催例や東北では、寒さのためにすでに下火となっている11月末の開催例も見られる。なお、 ノミニケーションのように芋煮とコミュニケーションを合わせ、芋煮界での交流を表す、芋ニケーションとの造語を使用している者も,もいる。里芋が日本に伝わったのは、縄文時代とされるが、里芋は煮て、食べるよりは、茹でるか焼くか吹かすかが主な調理法であったと考えられるため、芋煮の成立はさらに後世と考えられる。江戸時代、米の不作に備えて、里芋が作られており、芋煮自体は、 家庭料理としても食べられていたが、里芋の収穫時期に合わせて芋煮会の原型と見られることが農村部で行われていた。ただし、江戸時代には豚肉や牛肉などの肉類は一般に食べられていなかったため、現代のように芋煮に肉は入っていなかったと考えられる。芋煮会の原型は野外で集団で鍋料理を囲む、 収穫最適な意味合いの行事だったが、村を挙げてのものだったという記載はないため少人数で行ったとされる。また、都市が未発達で、ほとんどの国民が農村に居住していた当時、わざわざ川原まで出かけて行ってやる、必要性はなかった。なお、中秋の名月に、団子ではなく里芋などを備えていたかつての風習との関係も不明。里芋の種芋は穴を掘って、 地中での保存が可能だが、食用のものは摂氏7度摂氏12度に保たないと腐敗するため、寒冷地の東北地方で越冬させるには、いろりや屋根裏などの温度が高いところでの保温が必要だった。その保存の難しさから、原冬期前に消費する意味合いもあって、芋煮回の原型が行われたと考えられる。また、青森県に芋煮回がないのは、 当時の里芋の栽培限界より北にあったこと、東海地方異性で行われないのは、里芋の保存が容易だったことなどが考えられる。民族学者の野本寛一は、芋二会は、このような里芋の収穫祭が発展したものでは、ないかと述べている。1980年代には、旅館やアウトドア施設が花見などと同様に、芋二会プランを商品化し始め、シーズンに入ると、 タウン情報誌や新聞折り込みチラシなどで多数の広告を見るようになった。また、アウトドア施設、遊園地、温泉旅館のほか、紅葉スポット、渓流、海岸の砂浜など何か別のアミューズメントとの組み合わせで芋煮会が行われるようになった。対して、以前の中心地である川原での芋煮会は今も主流であるものの、王子と比べて少なくなってきた。 現在では、地域のイベントとして定着しているところもある。近年は、ホテルのレストランを中心に芋煮を含め、様々な秋の味覚を取り揃えた、季節限定コース料理も供されるようになり、収穫最適な芋煮会の楽しみ方は多様化が進んでいる。江戸時代、編集山形県の村山地方では、江戸時代の芋煮会の原型の様子を表す話が、いくつか伝わっている。 中山町長崎では、里芋を鍋で煮て食べる時に鍋をかけたという言い伝え。鍋は、近くの小塩地区の名産だった里芋、小塩芋と、船に積んできた棒だらと、もがみ川で採れた雑魚を一緒に煮たものだったという。長崎は、1693年のもがみ川、芋川橋、黒流の開作までは、坂田港と結ぶもがみ川周運の終着港として、賑わっていた。 このことから、元禄時代以前の先導たちが積み荷を使って、鍋をしたのが、芋煮会の始まりであると山形の郷土市屋である、宇都沼博之は述べている。鍋係の松は、芋煮のルーツを表す伝承遺跡として、復元されている。文化、文政時代には、山形に移り住んだ、大見商人たちが、京都の芋棒に思いを馳せながら、二神と里芋を煮て、 ベニバナ取引の色を会をしたという。また、1845年には、山形藩藩主の秋元心差しが、縦林藩に転覆される時に芋煮の野縁を張ったとされる。明治時代以降、編集明治時代になると、町の水人たちが、野がかりと言われた山の芋煮を河原でもするようになり、1892年、頃から河原での芋煮が定着した。以降、 芋煮会は山形に置かれていた不評第32連隊の兵たちや山形高等学校の学生が行ったり、見合いや商談、送別の場となったりした。芋煮に,に牛肉が使われるようになったのは昭和の初め頃からである。養蚕農家の人たちが終産後に繭業者の経費負担で芋煮会をもがみ川の河原で行い、 その時に当時普及し始めていた牛肉を奢らせたのが最初とされている。なお、山形市内には明治時代に創業した牛肉店が多く、牛肉はその頃から普及し始めたと考えられる。山形高校に在籍した作家の戸川幸夫は、1932年の芋二会の様子をエッセイ、我が山高時代の芋二会で記述しており、 その頃からすでに山形名物の芋煮は盛んで、大鍋に芋、ネギ、牛肉及びその代替品としての馬肉、こんにゃくなどを入れ、酒を組み交わしていた、としている。また、中山町立長崎小学校から1941年に山形、芋煮の材料は1980年代と同じく、里芋、牛肉、こんにゃく、ネギが主であった。 太平洋戦争の激化により、ウトヌマラが芋煮会の開催したのは1942年までであった。1945年の終戦後数年は肉の代わりにイカを入れていた。暮らしが豊かになると会場が飲食店に移り、河原の人影は消えていった。1974年、山形市と山形市観光協会が伝統的な芋煮の研修会を開いたところ、 大きな反響があり、河原での芋煮会が促されるようになった。1977年からは、前年の唐松館の運動復元を機会に、山形芋煮祭りが開催された。その後は、山形市内のスーパーマーケットが、芋煮の材料や焚き木などのセット販売や鍋の貸し出しをしたり、飲食店のメニューに芋煮が加わったり、レトルトの芋煮が販売されたりするようになり、 芋2会は、ますます盛んになっていった。こうした動きの中、1989年に、日本一の芋2会フェスティバルが開催され、10万人の人手を集めた。山形市で里芋を栽培、販売している、佐藤農園株式会社は、明治時代に行われたマヶガサキ川改修工事が、きっかけで河原での芋2会が広まったとしている。 1891年まで行われたマミガサキ川、改修工事において、河川改良工事に従事した人たちは、河原で大鍋を用いたちゃんこ鍋のようなものを、昼飯として食べていた。これらの人たちが、1945年の終戦後に、当時をしのんで、河原で秋に大鍋を囲むようになり、その具材として里芋も用いたのだという、だった。これを受けて三市町は連携し、 芋煮を通じた食文化の交流や観光振興を図っている。芋煮にあたる胡椒には地域差があり、同じ名称でも作られる料理が異なる例が見られる。すなわち、胡椒と料理は必ずしも一致しない。芋煮及び会合を指す芋煮会の使用範囲は、南東北の宮城県、山形県、福島県を中心に、新潟県や関東地方でも例が見られる。ただし、 このような風習や会合を示す名称として、マスメディアを通じて、デファクトスタンダード化してしまったため、蒸気以外でも使用されている。そのため、旧来からの名称の使用範囲を特定するのは困難になっている。芋の子及び会合を指す芋の子会は、栗駒山の周辺、すなわち北東にある岩手県北上盆地、北西にある秋田県横手盆地南部、 南西にある山形県新城盆地、南東にある宮城県大崎地方の一部に分布している。キノコ山は会合の名称もキノコ山であり、福島県合津地方に分布している。江戸時代より秋の収穫祭としてキノコ、里芋、大根等が入る鍋を囲む習慣があり、その鍋料理をキノコ山と呼ぶ。現状ではキノコが入ってなくとも、 きのこ山と呼ぶ。なお、秋田県の秋の鍋料理は、里芋よりもりたんぽあるいはだ子こ餅がメインになっているため、里芋が入っているかどうかに関係なく、鍋っこと呼ばれている。遠足に付随して、野外で集団でこれを囲む行事は、鍋っこ遠足と呼ばれ、小中高校において、学校行事になっている場合もある。これらが芋煮会の一種とみなせるかは、議論があるが、 里芋が入っていない例があるとはいえ、秋に野外で集団で囲む鍋料理としての共通性はある。ちなみに現代では、秋に野外で集団で鍋料理を囲む風習が廃れつつあり、秋田県では小学校201校のうち、現在も鍋っ子遠足を実施しているのは15校のみである。岩手県では、県内で有名な里芋の品種を用いて芋に芋の子を作って、 家庭内で食べることには執着しても、野外で集団で、里芋の鍋を囲むかどうかを重視しない傾向もある。宮城県では、集団で食する秋の料理として原ご飯や仙台セリ鍋が急成長しており、芋煮会と競合している。原米市と仙台セリ、鍋側は、店で競される一方、芋煮会は、準備や後始末に手間がかかるため、芋煮会サイトを運営する。 校舎側としては準備と後始末をしなくてもいいフリープランを提供している。90人のこのような変化により上記の名称は新住民には浸透しづらくなっている。故障以外に地域によって材料、味付けが異なる。また、同一故障地域内でもそれぞれの集団でアレンジされ、地域的に特徴的な具材の他に白菜、ごぼう油揚げ、大根、人参、豆腐、 キノコ類など様々な具材が投入される。里芋の代わりにジャガイモを入れる場合もある。細分すると、正月料理の雑煮並みに種類があるが、ここでは、1、使用する肉、2、味付けの2点を基準に分類する。小分類は、A 胡椒、B 使用する、芋類。豚肉味噌味の芋に、豚肉味噌味芋のこしる豚肉味噌味の鍋っこ、ブレンド系。 豚肉味噌味芋煮、豚肉味噌味、牛肉醤油味、芋煮豚肉醤油味、鳥好きとは異なるが、ここでは便宜的に、鶏肉、醤油味の芋煮を、鳥好き風芋煮と記す。鳥好き風芋のこしる、牛肉醤油味芋煮山形県の村山地方では、牛肉、里芋、こんにゃく、ネギを主な材料とし、醤油で味付けをする。山形風芋煮と呼ばれる。 はじめに鍋に肉を入れ、醤油で味をつけながら軽く火を通し、一旦皿に取る。残った煮汁に水を入れ沸騰したら鍋に皮を剥いた、里芋を入れ、柔らかくなるまで煮る。その後こんにゃく、肉の順に入れ、醤油、砂糖、酒で味を整えた後、最後にネギを入れる。また最近ではこの他にしめじ、マイタケなどを入れることが多くなっている。ブレンド系。 牛肉醤油味芋煮山形県の大玉地方では、村山地方の芋煮と同じく牛肉を用いて、主な材料も同じだが、加えて豆腐が入ることが一番の違いである。さらに大根が入り、こんにゃくも場合によっては、糸こんにゃくを用いるところが異なる。また、福島市と隣接しているせいか、醤油だけでなく、味噌少々を加える。魚のみを入れる場合、 魚と豚肉を入れる場合など様々ある。味付けも、醤油味のほか、味噌味もある。芋類を入れる。寄せ鍋風芋煮三陸海岸ではジャガイモが使われる。傾向がやや高く、豊富な魚介類も用いられる。山形県村山地方にある中山町では、棒だらを使い、醤油で味付けする例が見られる。ただし、他の村山地方と同様に、山形風芋煮が主流。 芋2階の様子山形県や宮城県では、秋になると、コンビニエンスストアの前にまで渦高く、焚き木が積まれ、店内では着火剤も販売されている。当地の人間にとっては、秋の日常風景でなんだ違和感を抱かないが、他地方から来た人々には、冬に備えて暖房用に売られていると誤解されることも、ある。一般のスーパーマーケットや大学生協などでは、具材の販売はもちろん、 芋煮に必要な鍋の貸し出しなども行われている。一部では指定した場所まで宅配サービスを行う業者もいる。一般的に芋煮会は河川敷やキャンプ場、海岸のような屋外で行われるが、この時期に屋内で集団で台所で作った芋煮を食べる場合にも長時間屋外に出られない老人や病人のための季節行事の一つとして広い意味で芋煮会と呼ばれる。また、 地域食を出した観光客向けメニューとして飲食店で芋煮が供されることもある。芋煮会の風習のある地域の学校では昭和30年代あたりから課外授業の一つとして芋煮会を取り入れているところが多い。子供たちが一般後、6人程度の小グループに分かれ、それぞれが予算内で買い物をしたり里芋などの食材の一部を分担して持ち寄ったりして、 勝利まで分担して行う。学校で行われる場合は、校庭の一角、河原野や沼や湖の岸辺、アウトドア施設など、地域の実情によって、開催地は異なる。現在ほどモータリゼーションが進んでいなかった時代には、リアカーや、手押し車に必要機材や具材を乗せて河原まで、行き芋にをする、リアカー芋煮が行われていた地域もある。欧州市水沢産業祭り。 大芋の湖海岩手県欧州市水沢区の水沢公園で毎年10月中旬頃に行われる水沢産業祭りにおいて1989年から大芋の湖海が同時開催されている直径3.5メートルの大鍋で作った6000人分の芋の湖汁が無料で供される南部鉄器の地元であるため鍋は鉄製にこだわっていてその重さは5トンにも及ぶ この芋のし汁は、鶏肉を使い、醤油で味付ける。日本一の芋煮会フェスティバル毎年9月、山形市内の真ミヶ崎川河川敷を会場として、日本一の芋煮会フェスティバルが開催されている。1989年に初開催。以降、毎年9月の第一日曜日に開催されてきたが、近年の里芋の生育状況並びに、 残暑の厳しさを考慮し2014年からは、敬老の日前日の日曜日に開催日が変更された。佐賀の河川敷では、直径6メートルの鍋太郎と名付けられている、山形芋の,のアルミ合金製大鍋に、約3万食の山形風、牛肉醤油味芋煮が作られ、宇岸では、直径3メートルの大鍋で、将来風、豚肉味噌味芋煮約5000食分が作られる。 芋煮一杯300円以上の協賛金を支払い、協賛チケットと芋煮を交換する。自衛隊が主催する防災ゾーンでは、炊き出し車両による五目半の無料配布も行われる。調理する際には、大鍋に対応して、大型重機や専用大型調理器具を用いるなど大掛かりとなる。人の口に入る食べ物を作るため、大型重機は工事現場で使われたことがないものを使用し、 油圧作動油や潤滑油にも食用油脂を用いており衛生上問題が起きないよう排除されている。芋煮会フェスティバルで使われる大鍋は一年中野外に置かれているので芋煮会フェスティバル前に鍋を洗う作業が行われる。地元山形県では芋煮会フェスティバル用の芋煮鍋洗いが季節の風物詩として地域のニュースになる。 2017年で2代目である大鍋は老朽化のため引退し、2018年から直径6.5メートルの3代目鍋太郎がお披露目された。20周年にあたる2008年のフェスティバルでは5万食が作られたとされ、来場者数は15万人に上った。2009年は主催者側の予想を上回る過去、最高の20万人が訪れ、 芋煮が足りなくなるトラブルが発生した。2010年は気温が摂氏34度を超える猛暑の影響で人手が伸びず3万食分用意した山形風芋煮が2万食で販売打ち切りとなり、庄内風芋煮も用意した6500食分のうち販売できたのは4000食に止まった。30周年にあたる2018年のフェスティバルは、 蒸気が三代目鍋太郎で三万食の芋煮が調理された。合わせて8時間以内で提供されるスープの数のギネス挑戦が行われ4時間半で12,695食が振る舞われギネス達成になった。しかし、それでも購入した整理券の人数に足りず、急遽14時頃から500から700食分を追加調理したが、 それでも全員分には足りずに整理券を購入して食べられなかった500から600人分を返金する事態が発生した。2020年は新型コロナウイルスの感染拡大に伴い中止。このフェスティバルをもって山形県の芋煮シーズンは始まるが従来の種芋苗を用いた東北地方での里芋栽培では収穫時期が10月になるためシーズン当初の商用の里芋は 千葉県等の県外産や輸入物の里芋を用いている。ただし、少なくともこのフェスティバルで用いる里芋は、県内産でまかなおうと、9月に収穫できる品種の栽培も行われている。現在では、砂糖以外の食材はすべて県内産のものを使用している。風とロック芋2回2009年に、風とロックフェス福島として初開催され、2010年により、風と ロック芋ニ会と解消した。会場は福島県内で変遷している。音楽がメインのイベントであるが、アーティストが観客に芋ニを手渡しするなど、芋ニを介した交流が見られる。栃木県の以下のイベントはいずれも豚肉味噌味芋ニである。日光結構フェスティバル関東ビト芋ニ会栃木県日光市で10月初旬に行われる日光結構フェスティバルでは、 関東一芋二階と銘打って芋二階が行われている。直径2.5メートルの大鍋で約3000人分が作られる。日光結構フェスティバルは1995年に農業夏祭りをこの時期をずらして衣替えした。天平の菊祭り天平の芋二階栃木県下野市の天平の丘公園花広場で1988年より 毎年11月初旬に開催されている天平の菊祭りにおいて期間中の週末1日をもって天平の芋2回が開催されている。関東1とされる直径2.5メートルの大鍋で地元特産の寒杯が入った芋煮が3000食作られる。二宮秋祭り、孫徳大鍋栃木県猛歌市で行われる様々なイベントにおいて二宮孫徳にあやかった。 尊徳大鍋が振る舞われている。11月下旬の二宮秋祭りでの尊徳大鍋は1500人分の芋煮が作られる。小さな鍋を用いた芋煮イベントとしては、東京都の港区、清瀬市、調布市、神奈川県の川崎市多摩区、道朝奥、区、横浜市鈴木区、千葉県の桜市など、南関東に例が見られる。千人鍋と呼ばれる直径1メートルほどの大鍋を、 用いた芋煮イベントとしては、大阪府千南市の芋煮鍋や鹿児島県泉市高尾野町の高尾の芋煮会の例がある。また、東北地方出身者の県人会や同窓会などでは、各出身地の芋煮を用いた内輪のイベントも見られる。芋煮会は、海外でも開催されている。ライン側、欧州一の芋煮会ドイツデュッセルドルフ市2008年以来、 日本一の芋煮会フェスティバルの旧開催日と同じ、毎年9月の第一日曜に、ドイツ連邦共和国デュッセルドルフ市内のライン川岸辺を会場として、ドイツ東北県人会の主催で、ライン川欧州一の芋煮会を開催している。2012年の第5回より、山形の日本一の芋煮会の姉妹芋煮会第1号の公認を受け、山形から芋煮大使の派遣、 山形の地元企業各社からの協賛を得て、山形名物の玉コンや山形そばでの芋煮そば、流しそばも振る舞われている。2015年には山形のゆる、キャラ、ペロリンの初海外出張として、ドイツでのライン側、欧州一の芋煮会に参加している。会場では山形風牛肉醤油味芋煮が作られる。アムステル側、 オランダ一の芋二イオランダアムステルダム市2014年以来、毎年9月第2日曜日に、オランダアムステルダムのボス公園の湖畔の広場で、358矢にて、358屋の主催にて、欧州一のお花見で芋二イが400本の、ソメイヨシノの桜の下で、お花見を兼ねた春の芋二イが開催されている。セーヌ川。 フランス一の芋二会フランスパリ市2017年以来、毎年9月第3日曜日に、フランス共和国パリのエッフェル塔前のシャンド、マルス公園にて、フランス山形県人会の主催にて、山形風牛肉醤油味での、フランス一の芋二会が開催されている。スヘルデガは、ベルギー一の芋二会ベルギーアントワープ市2018年以来、毎年10月第2日曜日に、 ベルギー王国アントワープ市のスヘルデ川の河辺にある BBQ 広場にて、ベルギー山形県人会の主催にて、山形風牛肉醤油味でのベルギー一の芋煮会が開催されている。現在の青森県内の稲作地域は、県西部の津軽地方が主で、その他の地域では畑作が中心である。米作と里芋の関連する芋煮会分布域から若干外れるため、 青森県では芋煮会はあまり見られない。青森県で野外で鍋料理をするのは地域イベントの時である。愛媛県でも芋煮会と同様な芋炊きという行事がある。中秋の名月の頃の月見行事であり、300年の伝統があるとも言われるが、現在は昼間から行われている。行事の時のみならず芋炊き自体が秋の季節料理となり、 家庭やレストランでも供されている。肉は鶏肉が一般的。一般家庭向けの例として、日本食券のような一般食品メーカーから、少人数用の芋炊きのタレが販売されていたり、スーパーでは主な材料に季節の間ずっと販売用ポップが添えられていたりと、手軽に芋炊きができるようにもなっている。完全に地方の定番料理として定着しているため、季節の行事や、 観光客向けのイベントというより、家庭料理や郷土料理としての色合いが濃い。大須市、肘川、東予地方、西条市の鴨川、四国中央市土井町、関川や松山平野、重信川などの河川敷などで、各地域の商工会の主催で芋炊き会場が設営され、毎年数万人の人出がある。ありがとうございます。